いつもの待ち合わせ。別れたい、別れてほしい。荒川さんってもともと音楽やってたって本当ですか？私の映画に出演してもらえませんか？まだ時間あります？明日早いですか？私、高橋真知子という者なんですが、はい、今美大に通ってまして、そこで映画を作ってまして。街の上で